ほぼ日手帳。2022年の手帳が届きました。今までの手帳カバーです。これは11年分の山ですね。このボックスで届くんですが、今回は外袋に入ってなくて結構汚れていて悲しかったです。日本の品物は本当に質が良くてですね、この段ボールですらとても良いので、私はいろんなものを整理するのに、ずっと大切に使わせていただいてます。今一生懸命開けてるんですが、びっちりテープが貼ってあって開けにくかったです。まあ汚くなって悲しかったな。はい、それでは開けていきます。今年は何を注文したんでしょうか。じゃじゃじゃーん。はーい、今回はポーチを買いました。今年はこのポーチを買ったんですけども、はい、黄色のはこれが私のです。可愛いですね。なかなか立派でございます。そしてこちらブルーは夫が注文したものです。先に夫がこれを選びまして、私も真似っこをしまして、黄色を色違いで買わせていただきました。これは何に使うかというとですね、後で説明させていただきます。今回はカバーは買わずに中身の手帳だけを買ったんですけども、これだけでもこんな立派な箱で届いてきます。おまけはこのスプーンですね、クマさんのスプーンがついてました。毎年何かしらおまけがついてます。ペンもついてますよ。はい、これは夫のウィークスですね。はい、これも年間、いろんなことが書けますね。なかなかとても立派な形で、はい、こちらが私の、買ったやつですね。今年使う、いや来年ですね、失礼しました、2022年の手帳でございます。はい、これらがカバーでございます。この中のどれかをまた使おうと思っているんですけども、はい、今年のはこの真ん中のピンクちゃんですね。はい、いろいろあります。布製のものもありますし、私はですね、カラフルな手帳、可愛い感じのが好きなので、こういったものを買っております。はい、これは今年のでございます。はい、チラチラチラミーチラチラチラは私の手結構汚いですね、失礼しました。はい、こんな感じでたくさんいろいろ中に書き込むことができております。ちょっと隠しますね。はい、こちらは、何年前に買ったんでしょうかね、結構前に買ったやつですけども、黄色、中が黄色で、可愛いですね。そしてこちらも、同じ作家さん、絵本作家さんの、デザインのものでございます。中がピンクで外がこんな水色で、これはおまけについていたティッシュケースです。はい、こちらも可愛いですね。中が、緑色で紐がピンク、可愛いですね。こちらも、布なんですけども、なんかビニール、はい、オーストラリア暑いので、はい、少しちょっとすり減っているところがあります。悲しい。はい、これも、布製でございます。中は、緑ですね、黄緑、綺麗な色です。だから気に入って買いました。はい、この中のきっとどれかを使って、今年、来年は、1年間これを使うつもりでございます。はい、このボックスも以前届いたボックス、綺麗ですよね。これは外袋に入ってきた段ボールなので綺麗でございます。緑ですね。はい、この中で何が入っているかというと、手帳が、今までの手帳が入っております。はい、ご褒美手帳にようこそ。2020年、2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年。イエーイ。はい、これ11年分ですね。11年もほぼ日を使っております。それ以前はた
高橋手帳とか日本で買ってました。はい、11年分の山ですね。で、来年のを入れると12年分です。12年分の山です。お褒美手帳へようこそ。しおりでございますね。以前いただいてたしおりでございます。素敵ですね。この箱が本当にいいんですよ。だからね、大切に使ってるんですよ。だからね、テープ貼らないでほしいな、外側に。はい、山です。はい、中身もちょっとご紹介したいんですけど、あまり見られたくない。はい、なのでスタンプを貼りました。はい、チラ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 っとお見せしますが、あ、結構びっしり書いてるんですよ。食べたものとか、今日何をしたとか、スケジュールですね。そんなものを書いております。はい、こんな感じでございます。今年のですね、これは。はい、それでは、これから今回のやつをご紹介します。これは相方の手帳ウィークスですね。まあ、ちょっと開けさせていただきます。内緒です。彼には内緒です。開けて、はい、後で元に戻しておけばバレませんので、はい、ちょっとご紹介のために開けさせていただきます。しおりが入っておりました。可愛いですね、猫ちゃん。そっか、来年は、虎年なので、あ、虎をもじって猫なのかな。可愛い。後でじっくり中身は読まさせていただこう。これは何だろう、猫の絵。まあ可愛い。ハッピーニャンダフル、ハッピーニャンダフルイヤーと書いてありますね。なるほど、ニャンダフル、面白い。後でじっくり読ませていただきます。はい、こんなしおりもついておりまして、そして、おお、プロテクト用にこんなシートがついてました。わあ、綺麗ですね。もう本当に質感がいいです。グリーンにオレンジのタイガー、ん、トラ、はい、タイガーもトラも一緒か。はい、中身こんな感じですね。使いやすいです。そしてですね、紙がいいんですよ。紙質がね、とってもツルツルして、この付属品のペンで書くととても書きやすいんです。その辺工夫されてますね。あ、これが付属品のペンです。どちらの手帳にもついてます。ついてきました。毎年ついてきます。そしてこれは、おまけ、何かしらおまけがいつもついてきてるんですけど、今回はスプーンのようですね。体温計っていう時もありましたけど、はい、これ私のペン、そして私の手帳です。結構書けますよ。文庫本サイズです。お手軽サイズですし、10年たまったとしてもですね、そんなに場所を取らないんですよ。なかなか手帳って捨てられないですよね。はい、こちらはポーチでございます。これ私の買ったポーチ。ちょっと中開けてみますね。はい、これは、なるほど。はい、ここから開けます。ビリビリ。さて、わあ、いい感じです。とっても質感もいいし、あー、いいですね。やっぱり日本の品物はやっぱり違うな。ビリビリマジックテープです。ここ透明のね、ポケットになってますので、ここに私は携帯を入れてですね、首に下げてですね、自転車に乗っている時に撮影しようと企んでおります。これは肩紐ですね。ちょっと切ってみます。肩紐の長さどれくらい、結構長いと思って買ったので大丈夫だと思いますが、ビヨン、あ、やっぱり結構長いです。あ、十分ですね、十分です。ここで調整効きますし、はい、中身もちゃんとこういう風にスポンジが入ってまして、プロテクトされてきてますね。わー、とってもいい感じです。これは使いやすそう。携帯だけ入れてね、ちょこっと買い物に行くのに使いやすいかもしれませんね。はい、やっと、これは、使わせていただきます。はい、これにて終了です。ご視聴誠にありがとうございました。良いお年をお迎えください。